おはようございます。そしてお疲れ様です。えー、っとですね、今回はですね、ちょっとですね、あのー、雑談ごと、えー、っと、これまでですね、あのー、動画を上げてきまして、えー、っと、そうですね、いろんなね、あのー、コメント欄、何でもいいです、何でもね、コメント欄、あのー、 いた,だいたら助かりますすってこととですねあと、バッドボタンとグッドボタンをね、もう気軽に押してくださいと言ったんですよ。ずっとね、もうずーっと言ってきたんですよ。それをですね、今回はですね、あのー、すいませんね。えー、っとですね、今回はそのことについての動画をね、結局ね、あの、統計的にね、<laughs> すいません、あの、 統計的に取らせていただきました。で、グッドボタン、バッドボタン、あれね、どあれ結局結論的にはね、あれどっちでもいいんですよ。バットでもグッドボタンでもどっちでも押してもらっていいんですよ。あの、高評価低、低評価とか、あの、いろいろあるじゃないですか。そう言われてるじゃないですか。あれ逆にですね、あのバッドボタンでも全然構わないんですよ。逆にバッドボタン、も面白くなかったらバットボタン押してもらったらね、 えっともう AI が感知しますのでそれでですね別にどちらでも構わらないんですよでコメント欄もね色々といろいろと頂きましてねあのー、本当にありがとうございますでその中でですねあのー、コメント欄についてですねちょっとあのー、ちょっとね受け答えできたらいいなと思っておりましてですねちょっとそういったねあのー、コメント欄もことについてねあのー、対してですね あの僕も何かあの動画内でちょっと、あのー、そうですね、受け答えできたらいいなと思っております。で、コメント欄なんですけども、ねいいですね。もう。で、あの、コメント欄なんですけども、やっぱりですね、あのー、や、そうですね、しっかりした人。で、やっぱり、あのー、 対面としてあの喋ってくださる方ともう敬語をねあの使ってくださる方とあとタメ口ですかねタ,タメ口の,こあのコメントもありまあのございましてそういう方とですねもう結局はねもうそういったデータも欲しかったんですよ実はですねでまあそうですねまあいろいろとまあ あのー、コメント欄をね、こうやって、あの、み、見てるわけですよ、こうやってね。うん。で、見てるんですけども、まあ、えっ、ー、とですね、中学生か、っていう言葉がありましてですね、本当でしたら中学生ですかとかね、中学生に見えますね、とかね、あのー、まあ、いろんな言い方があるんですよ。で、僕は若く見えるでしょ中学生ですか 中学生がたばこ吸えますか中学生がこんなものいろんなもの買えますかっていうことなんですけども楽しいですねえ、ね、でもそんだけ若く見られてるんですね逆にですねまあありがたいありがたいことありがたいですねえ、ね、まあ一番ねコメントまあいっぱい書いてくださってるのはこれ39ありますねコメント バットボタン34素晴らしいです、うん、あこれはですねあのクルモハーツっすかっていう動画なんですけどもこれはですね実はですねあのー、これも昔からあるんですようん あの店員さんに車ハーツすかとか言われるのはね、もう昔からあるんですよ。あの僕ら10代、も10代半ばからもう車ハーツ集めておりましたので、あのーまあ、昔の過去の動画見ていただけたら分かると思うんですけども、いろいろ、もう普通に買ってましたけどね、もうその時から働いておりましたのでね。 ねえ、そうですね小学生みたいな面しとるやつがクロマハートつけたらそれは気になるやろ。その通りですわ。小学生ですか中学生の次は小学生ですよ。いいですね 逆に若く見られることの方がですね、私はもう会社の方でもそうですよ。どこ、どこ行ってもね、どこ行ってもそうなんですよ。うん。本当にね、子供っぽく見えるんですよね。だからもう本当にですね、あの、会社の中でですね、あの、働いておりましたらイン、インターシップの学生さんですかとか、ね、もう必ず言われます。 があの言われますがあのー、えー、っとですね私自身は言葉遣いがですねあのー、厳しい方なのでもう手当たり次第あのー、もう上下関係なしですねあの言いたいことも上司が間違っていることに対してですも対してもちゃんと間違ってるっていうことをですね伝えないといけないいけませんので、えー、結構ねあのー 口ははね僕自身は荒い方だとまあそれでまあまあ、まあ、まあそれからですね「えー、何が言いたいのが全然わからん」そうでしょ今現在もそうでしょ何が言いたいのが全然わかんないでしょまあ一応今回はですねまあ、雑談事なんですけども、うん まあ、コメント欄についての受け答えというタイトルでですね、ちょっとや,や,やってる、やってみたいということの動画なので、それそ、そういった形でですね、捉えていただいたらいいと思っておりますね。だから、あのー、答えなんてないんですよ。何が言いたいのかもうさっぱり、さっぱりわかんないでしょね。それはその通りですわ。えっ、ー、と、えっ、ー、とですね、あとは、うーんー、とですね、 やっぱりですね、クロ,クロムハーツが結局、あれなんですかね、当たりがいいんですかね、動画的には。うん、多分そうでしょうね。だから、こうやって見ておりまして、やっぱり、うん。 クロマハーツが一番いいんですかね,ね僕もね、ちょっと、クロマハーツから離れておりましたので、だいぶね、クロマハーツからね、結構離れてたんですよ。今も使い回しか、この前クロマハーツ買ったと言っても、あれでしょ、中華ショップのベルトでしょああ、あれは単なる、まあまあまあ何も買う、何も買うものなかったんでね、買っただ,買っただけなんですけどね。 でえー、っとこのクロムハーツは正規の長さですかっていう言葉なんですけどもこちらはですねえー、っとどのどのねどのウォレットチェーンの正規のウォレットチェーンの長さなのかっていうのがちょっと と分かりませんが、おそらくあの、ローラーでしょう。ローラーのコメントだと思うんですけども、これですね、あのー、車圧のローラーのウォレットチェーンなんですけども、これが長く見えたんです、正規の長さ、にしろあ、9、9リングの、普通の、その道を売られてたロングの、まあ、50センチか60センチぐらいのやつです。あの これはまあ長く見えたんでしょうね。うん、なので、あの正規の長さです。旧リンクです。のと、いろんなコメント、うん。ある中でですね、まあそうですね。あとは、なんでしょう、外国人の方が、あのーねー、ねえ、 リーバイスのジー、ジーンズをは、履いてですね、リーバイスのジーンズを履いて、えっ、ー、と、じあのジ、ジレザージップジャケットの前と後ろを見せてくださいということなんですけども、えっ、ー、と、もう、私、リーバイスも、もう、もう15人以上履,履いておりません。うん。 あのすいません、あの、リーバイス、リーバイスはね、本当に好きなんですよ。もう、それがなかったらね、僕、今までも、これまで、あの、おそらくファッション関係は、あの、買ってなかったと思ってますね。ぐらい、リーバイスさんは好きなんですけども、うん、確かにそうですね。まあね、そのね、そのお時間が、お時間がございましたら、リーバイスのジーパンと履いてですね、前と後ろだけっていう、まあ、なんか何かしらね、 動画で繋げれるでやりたいんですけども、もうさすがにちょっとリーバイス吐いてですね、ちょっと街中で歩くのはちょっとなんかね、本当にね、リーバイスの、もうなんて説明したらいいんですかね、本当に吐く機会はございません。うん、でも吐い、吐きたい心は、吐きたいね、吐きたい心は持ってるんですよ。 まあ、いろんなジーンズ履いていくじゃないですか。まあ、リーバイスも結構長く続いて履いてい,いったんですけどもね、まあ。いろんなアメカジブランド出てきましたので、それでですね、あのー、履くことなくなっちゃったんですよね。その後もうカラーパンツとかになっちゃいましたね。年齢とともにやっぱりちょっと厳しい面もあ,ありますので、 まあそれに関係のないっていう方もおられます。もう実際そうです。もうリーバイス吐いてですね、もう好きなことをワンシあのガシャ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 ね、やった方が本当はいいんですけどもね、うん。そうですね。そういった動画も上げてきたんですけども、その方結構、えー、っと、えー、これ人の動画撮ってますね。 なるほど、そういうことですか。あの、人のリーバイスの前後を取ってですね、あの、動画をパクってますね。あ、そういう意味ですか。わかりました。うん。いろんなね、やっぱり、YouTube やっておりましたら、いろんな方がいっぱい、あのー、いてはりますので、やっぱりまあまあ、そうですね、面白い、面白いって言い方も変ですけども、 うん、そうですね。いろんなコメント書いてくださって、本当助かっておりますね。えー まあいろんなコメントの書き方も、まあ、50人変えてくださいということでですね結局統計的に取ってみましたらいろんなコメントいろんなね方の方たちのあのー、ねコメントをない、えー、コメントを見ましてですねまあうん どういった人は、どういった人が書くのか、どういった言葉を使うのか、えー、使いますのか、そうですね、あの敬語がタメ口なのかっていうことをですね、もう、あのいろんなこと勉強になりました。で、まあ、これからまたいろいろとまた動画も上げていきたいと思っておりますので、あの、またですね、 今回はちょっと長くなってしまいましたが、あのー、またコメント欄も引き続き、いろいろと書いてい、書いていただけたら幸いです。さすがにですね、あのもう、あのー、同じ人間としてね、同じ人間として、あのー、ちょっとね、あのー、厳しく、あのー、なんかね、あのー、 人様をね、あの、バカにするようなコメントだけはね、さすがにね、あの、削除させていただきました。あの、さすがにもう同じ人間じゃないと思,思うぐらいですね、あの、そういったコメントもございましたので、うん、そういうコメントはですね、ちょっとですね、ちょっともう,もう人間じゃない、もうこの人ちょっと、 もう人間じゃないとあの、人間じゃないって言い,、まあ、言い方も変ですけども、人としてどうなのかっていうことでですね、えー、そういった人はですね、えー、ちょっともう削除させていただきますので、えー、そうですね、何かとそうです、ね、そうですね、そういった形を取らせていただきます。で、またですね、私物紹介もしていきますので、もう何回も言うようですが、えー、とその点はよろしくお願い申し上げます。 えーとですね、今回長々となったんですけども今回はコメント欄についての、えー、受け答えのそうですね受け答えのね私のコメント私の動画の コメントに、コメントに対することについてですね、あの、要望についてですね、あの、お答えすることの動画にいたしました。で、またお時間ありましたら、またあのー、時間あげて、あのー、そうですね、またですね、やっていきたいと思っております。それではですね、今日は失礼いたします。今日も一日ご苦労様でした。本当にありがとうございました。失礼いたします。ありがとうございました。